あちゃ、れちゃんでーす。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回こちら使っていきます。はい、ということで、サブの方でね、爆心エクスプロージョン爆豪勝機、こちら当たりましたんで、使っていこうかなと思います。いや、なんでメインで当たんないんだよっていう、ちょっと感じですね。はい、ということで、まあ、とりあえず、早速性能見ていきましょう。攻撃タイプで、攻撃力が2603。結構高いですね。で、必殺が 440% のダメージと、440% の爆弾。そして攻撃力 14% アップと、自身が受けるダメージ1900軽減って感じですね。うずいさんみたいな感じですね。うずいさんは攻撃アップじゃなくて、確か必殺アップだった気がするんですけど、まあ、うずいさんと同じような感じですね。で、友情が、必殺プチ変換と、赤プチ変換、そして、赤属性が受けるダメージ 13% カットと、赤属性が通常攻撃で当てるダメージが 10% アップって感じですね。変換とガードとアップがついてますね。特性見ていきましょう。プチ無効が3ターン短縮、そして攻撃力 2% アップの 80% 以下の時にプチ生成に必要な数1個減らす。で、ターン開始時に体力タイプだと、ダメージを 13% カットしてくれるって感じですね。まあ、結構血統に向いてるかなっていう感じがしますね。最近の鬼面血統向きが多い気がする。はい、ということで、今回こんな感じのパーティーで遊んでいきたいと思いまーす。ということで、やっていきましょう。レッツゴー。さあ、やっていきたいと思います。アップなしのところで使ってみたかったんで、まあ、これでいきますかね。とりあえず必殺打ちますか。で、演出と倍速下げて、まあ、この辺取って。オッケーオッケー。アーニア作れちゃったね。まあ、いっか。やられちゃうかもしれないね、これ。おお、かっこいい。で、2万2000と。爆発で、いっちゃいそうな気がする。まあ、とりあえずこのまま続けてみましょう。ではまず、21% と 16% の、37% アップ。そしてプチ変換で必殺が 3% アップ。これ演出だけつけときますかね。で、お次プチ変換2次プチ。これ交互にやっていくのは結構大変っす。はい、23% アップ。爆発で死なないよね。大丈夫だよね。あやられた。もう一回入り直したいと思います。はい、ということで、入り直しました。やっていきましょう。はい、まず 37% アップ。いや、まさかね、爆弾で死ぬと思わなかったですね。そんなに弱いのかっていう感じです。はい、3% アップ。そして、必殺プチ変換。二次プチ作り。さあ、さらに、23% アップと、15個赤プチ。いや、強い。これはすごいぞ。めちゃめちゃ繋がるね。で、二次プチに変換してくれて、OK? そしたら次、66% アップ。OK。で、22% アップ。そして、さらに24% アップ。あ、いいね。角に作ってくれて。ナイスナイス。じゃあ、弱体化。35% の弱体化。さあ、お次、50% アップ。そして、プチ変換。よっしゃ、じゃあ、これ取ろうかね。オッケー、取れた。
攻撃力見ていきましょう。爆豪こんな感じですね。11,774で最後 41% アップで倍速下げて見ていきましょう。いけー、わー40万も出んだ、すごいね。はい、ということでいかがだったでしょうか。記念の爆豪を使っていきましたが、いやいいね、爆弾はやっぱすごいいいかなっていう感じがしますね。で、赤の属性なので決闘にも使えますし、いやいいね。サブでねちょっと当たっちゃったのが残念ではあるんですけど、メインでちょっと当てたかったなと思ってます。はい、ということで今回こんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますのでフォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。またねー。